あと一球、うん、あったあった。あれ、高崎さんと、たくま先輩。サンキュー。なんだよ、紛らわしいな、もう。何こんなに動揺してるんだよ。俺こっちだから。うん、じゃあね。あ、これじゃ覗きだ。おい、A ちゃん。え、 A ちゃん。あ、いや、俺はただボールを探してただけで。あれ、高崎さんじゃん。じゃやっほー。なんでこんなところにいるの。壁打ちか。土曜日なのに自主練なんて偉いね。いやいや、そんなことはないですよ。優等生は休みの日も勉強してるのかと思ってた。夜はやってるみたいよ。あ、やっぱそうなんだ。へえ。それにしても A ちゃんと高崎さんが同じテニスクラブだったとはね。俺もテニスやろっかな。やりなよ影山くん、楽しいよ。集中できない。ん、何これ。ああ、それ A ちゃんノートテニス版だよ。くそ。まあまあまあ。 A ちゃんノートテニス版。うわっ、私の言ったことも全部書いてある。別にいいだろ。この前世界史のノート変って言われて気にしてんだろ。うるさいな、どうせ変だよ。そのノートに書いてあること全部やろうとしてんの。そうだよ。テニスクラブで1回だけ完璧なショットが打てたらしいんだよね、まぐれで。だからその時のフォームの正確かつ詳細なデータを取りたいんだと。それで分度器まで持ち出してバカだよな。分度器。しょうがないだろ、そうでもしなきゃ分かんないんだよ。でもそれイメージトレーニングの一種でプロもやってる練習法だよ。え、プロ。ビデオに撮って現実のフォームを理想のフォームと比較して修正していく作業とか、それに近いよね。へえ、理にかなってないわけでもないんだ。まあそんなに細かくやってる人を見たことないけどね。っていうか壁打ちなら STC でやれば。え、A ちゃんジュニア育成アカデミーに入ったんだから、コートも壁打ち場もただだよ。私も毎日行ってるし。毎日テニス、よっぽど好きなんだな。さすがプロ目指してるだけはあるな。じゃあそろそろ行くね。
私も頑張んなきゃ。 A ちゃんも頑張ってね。え？ああ、うん、じゃあね。なんだよ影山。お前高崎さん好きだろ。なんだその反応、自覚なしかよ。なんでそうなるんだよ。いや俺は嬉しいんだよ。お前も人間なんだな。おい、そうか、高崎夏か。そうなのね。そう、影山。お前高崎さん好きだろ。なんだよいきなり。影山のやつ分かったようなことを。大体人のことなんであんなにはっきり言えんだよ。そもそも好きの定義ってなんだ。好き栄一郎。ああ、勉強中じゃなかったの？今終わったところだよ。今日はなんか調子よくて明日の分まで終わったよ。あら、そう、高校でもオール A 取れそうじゃない？あ、うん。じゃあもうすぐご飯だから。うん。勉強好き？勉強大事なんだね。壁落ちなら STC でやれば？今日はテニス B よりA ちゃん？日曜なのにまた完璧を求めてやってるな。真面目。よーし、私も頑張ろう。ナイスロン、上抜いた。くそ、普通届くか今の。相手はタクマだぞ。ロブを上げた時点でお前の負けだよ。はあ、しんど。あ、いや、三浦コーチ。誰が休んでいいと言った。そんなだからお前はいつまで経っても未完の大器なんて言われるんだ。県ベスト8あたりをうろちょろしてるなんざ悔しくはないのか。お前な、タクマ、危ねえ。おっと、何の話でしたっけ。間違いなく全国レベルの身体能力とボールセンスを持ってるっていうのに。もういい、ナツ、リク、アキコ、ヨヘイ。ナツ、タクマはほっといて残って個別練習に入るぞ。はい、コーチ、俺もやるぜ。この野郎、タクマはほんと気分屋だな。 A ちゃんとは正反対。そういえば A ちゃん、もう帰ったのかな。レッスン日じゃないし。ナツ、5分3セット行くぞ。はい。よし、今日はここまでだ。ネットも緩めとけよ。ナツ、俺飲み物買ってくるわ。じゃあバスのところ行ってるね。え、嘘、まだやってたの？さっきからずっと壁打ち6時間以上も。えーちゃん、グッと構えてさっと引いて、すごい集中力。後ろをこすり上げるように。だから、あ、そうか、そうかって。
形になってる。今の完璧。1回に3回は打てるようになったけど、続けんのはまだ難しいな。でも分かったぞ、打点や体重移動やスイング軌道を一定に保つためにこのリズムが大切だったんだ。あとは体力だな。足腰に来てる。よし、あと1回、そしたら帰ろう。この前初めて打ったばかりなのに。マツ、どうした？あ？隣のクラスのなんとかくん？ A ちゃん。つーかさ、お前あいつのこと構えすぎじゃねえか？誤解とかされたらどうすんの？さっさと帰ろうぜ。A ちゃん、きっと強くなるよ。はあ？私たちも頑張んないと。あっという間に追い抜かれちゃうかも。おいおい、抜かれるって、いくらなんでもそりゃ。じゃあ丸尾、これクラスで配っといてくれ。わかりました。いや、クラスに丸尾みたいなやつがいると助かるよ。だからどこへ行ってたと聞いてんだ。授業をサボって何してたんだ。サボり？寝てた。寝てた？教室で寝るよりマシだと思ってよそで。ああ貴様、舐めとんのか。たくま、それはちょっとまずいぞ。たく、お前も中学まではプロ目指すくらいテニスが上手かったらしいじゃないか。それがなんでこんな。なんだその目は。まあまあたくま、お前疲れてるんだよな。そういうことで先生、もういいですよね。たく。あ、どうも。どうした丸尾、江川拓馬を知ってるのか。ああ、はい、少しだけ。意外だな、優等生のお前とあの不良に接点があるとは。不良ですか。もっとうまいこと言って。お前は大丈夫かって。丸尾は大丈夫だな。はあ。雨でも行くのかテニス。室内コートだから。運動不足解消で始めたにしてはちゃんと続いてんな。グッサッスパーンの完璧なフォームで完璧なショットを打てた時、爽快なんだよね。またそれか。壁打ちもやればやるほどいいショットが出る確率が上がるから、完璧に近づく実感があって楽しいんだよ。完璧ね、好きだよなお前。だけど完璧じゃないのがこれだ。あ、テニスのゲームは先に4ポイント取れば勝ちなんだけど、こういう風に表記する。次、なんだと思う？ああ、15ずつ増えてるから 45？ 普通そうだろ。だけど次は40なんだ。 15 30 40 だよ。45が言いづらいからって言われてるけど、法則変えるなんて分かりにくいよテニス。おかしいだろ。お前がおかしい。え、 D コート？うん、 A ちゃんは練習熱心だから上達が早いわ。今日から D コートに入って。じゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。子供ばっかり。ここは小学生が9割だね。お、はっはっは、よく来たな栄一郎。俺様が相手をしてやろう。
そうだね、実力を見たいからゲームしてもらおうかな。ゲーム？ワンセットマッチで。ちょっと待ってください。セットあった。ワンセットは先に6ゲームを取った方が勝ち。1ゲームは4ポイントで。ゲームは初めて？はい。さっさと来い。俺のサーブでいいな。サーブ。ゲームの始まりの1球、相手のサービスエリアを狙って打って。行くぞ。よろしくお願いします。ボルト。入らなかったらもう1球。遅くなっちゃったな。みんなもう練習始めてるよね。40-15 ゲームセット。俺様に勝とうなんて100億年早いぞ、エイチロ。そんな落ち込むなよ、お兄さん。大丈夫？ここの小学生、強すぎないか？当たり前じゃん。だって俺ら、プロ目指してんだぜ。プロって、今から？将来的には大手メーカーと契約だな。まあね、でも契約金によるかな。何か次元の違う話をしている。でも丸尾君、君はすごく上達早いよ。まあ初めてまだ1ヶ月だから弱点もいっぱいあるけどね。弱点だらけだ。こら。強いて言えばリターンかな。リターン？相手のサーブを返す重要なショットだよ。スイングをコンパクトにしてタイミングを合わせないと。コンパクトですか。君のリターンじゃ速いサーブに対応できないんだよ。ああ、ちょうどやってるから A コートを見てきてごらん。試合になったらああいうサーブも返さなきゃならないんだから。まああいつのサーブは全国でもトップクラスだけどね。たくま先輩。23.77m だから時速約170km。 プロ野球のピッチャーよりずっと速いんだ。ってことは俺のストロークのリズムがだいたい2秒だから全然間に合わないよ。 0.5 秒で返すには俺のストロークを4倍速くしなきゃなんないってことか。こんなのどうやったら打ち返せるんだ。こうだと不良っぽいけど、こんなすごいサーブが打てて、高崎さんと同じ A コートにいるくらいテニスが強い。不思議な人だな。なんだよ。え？ああ。リターンのための見学か。サーブ練習なら終わったぜ。まだなんか用か。やっぱり拓馬先輩もプロを目指しているんですか？プロ？ああ、いや、ここにはそういう人たくさんいるから一番上手い拓馬さんもやっぱそうなのかなって。うわっ！お前に関係あるか？おい、ちょっとあれ！喧嘩？ちょっと何やってんの、A コート。 A コート？拓馬？貴様何やってんだ。聞いてるのかタクマ。クラブでこんなトラブルを起こしたら。タクマ。俺が悪いなら謝ります。なんでそんなに怒るんですか。なんで。
やっぱ今のなし。そんな勝手な。忘れてくれ。じゃあな。ちょっと待ってください。結局なんで怒られたんですか。ごちゃごちゃうるせえぞ。それはもういいっつってんだろ。よくないです。おめえタクマ、原因は何であれ手を出したお前が悪い。お前がちゃんと謝れ。俺が。そうだ。ちタクマ、お前リターン練習のために俺のサーブ見てたんだよな。はい。だったら俺のサーブ見せてやるから、今のはチャラにしろよ。え？あいつは素直じゃないから、あれで謝ってるつもりなんだ。悪いけど、まあ、タクマのサーブを受けるのは君にとっても上達のチャンスだし、どうだね。はあ。一カゴ50球だ。一球でも返せるもんなら返してみな。じゃあ、一球でも返せたら怒った理由教えてくれませんか。じゃあお前が一球も返せなかったら。一発殴らせろ。繰り出しに戻ってる。二人とももうやめろよ。わかりました。おい、何やってんだ栄一郎。栄一郎が一球も返せなかったらタクマが殴る。返せたら怒った理由を答える。三浦コーチ、殴るようなことはさせん。ただはっきりしたかっただけなんだけど、どうしよう。っていうかこれもう引けないよな。俺だって1ヶ月基礎はしっかり練習してきたんだ。50球あれば1球くらいは返せるはず。甘かった。外から見てるのと自分に向かってくるのじゃ全く違う。リターン練習もしたことないし、でも逃げてたら絶対打てない。落ち着け。こういう時は基本に忠実に自分のできることから。すみません、ノート見ていいですか。次回のベイビーステップは顔面で確信。